皆さんこんにちは、スティーブ的視点のスティーブです。今回は8月にカリフォルニア州モントレーのラグナセイカというレース場で行われたロレックスモータースポーツリユニオンという高級ヴィンテージカーが詰まるレースの取材に行ってきました。このアルファロメオのトラックというかジープというか見たことありませんね。見てこれ、超珍しいものだと思いますね。かっこいいわ。ジープに似てるところもある。ちょっとトヨタの FJ にも似てるところもある。しかしアルファロメオですね。イタリアデザインでしょうか。エンジンルームもまた変わってますね。アルファロメオといえば、正直にこれは何のものなのかよく分かりませんが、またすごい変わっているものでございますね。これもすごい珍しい、かっこいいアルファロメオです。昨日この辺で、オークションがありましてね。でそのオークションで1962年、もしくは1963年の GTO、 まあこの車ですね、今世界記録で38億円で売られましてね。こんなと同じフェラーリですね。38億円分のフェラーリがいます。かっこいいわ。ビデオに関してのお問い合わせはご覧のメールアドレスまで。チャンネル登録もよろしく。